はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの野崎です。今日はですね、ここのところずっ と、MR03 エボとその送信機ですね、対応送信機の使い方などを紹介してきたんですけれども、今日はですね、ちょっと思考を変えて、この同じミニッツシリーズでもミニッツバギーを紹介したいと思います。実はこのミニッツバギーですね、登場は2011年かな、結構前なんですけれども、長くですねやってきて、つい先月3月ですね、このインファーの MP9 のボディで、新色2色出してます。結構この黒いホイールなんか斬新だと思うんですけども、ただボディ替えしたというわけではなくてですね、他の RWD や FWD と同様に、送信機がこの KT531P ですね、こちらのものに、以前は KT19 だったんですけども、スポーツシリーズだった頃から、この531の送信機とそれに組み合わせる受信機に変わっています。それでですね、実際今こちらは私が、テストなどに使っているシャシーで、その新しい基板が組み込まれているんですけれども、このようにこのアンテナが白くなってますね。こちらがあの RWD とか FWD シリーズと同様の、仕様になっています。で、今実際これ531で、レディーセットなんで、もちろんバインドはされていてですね、このように動きますね。で、今ちょっとこれオプションなんかでジャイロなんかもついてるんで、ジャイロの調整などもできるようになってます。で、ここにですね、ジャイロ調整用のボリュームが、RWD とかと一緒なんで調整できるようになってます。ではミニツバギー、このようにちょっとゴールドのパーツなんかも結構ついてますけども、こういったオプションパーツなどもですね、好評発売中なので、よろしかったらつけてみてはいかがでしょうか。で、この531なんですけれども、アップグレード版としてこの432、以前からあるタイプなんですけれども、この432でも動かすことが可能です。で、今ちょっと、実際にどのモードを使うかということですね。ちょっと表記が英語なんですけど、この RX セットアップ、日本語だと受信機設定というふうになってますけど、ここでですね、この RF というところを選んでいただいて、いっぱいあるんですけども、以前の KT19 はこのミニッツ FHS っていう方だったんですけども、この新しい白いアンテナの基板はですね、こちらですね、 FHSS という方を選んでいただきます。で、その上のこの、バインドですね、バインドウィザーレシーバーというところですね、ここバインドモードにします。で、車体側もですね、ボタンを押しながら電源を入れる。来ましたかね。はい、こちらでですね、バインドモードなくて、送信機の電源を入れるとオートバインドなんですけども、こちらの送信機を使う場合は、送信機でまず今のようにですね、 FHSS モードを選んでいただいて、バインドモードにしてからシャーシー側もバインドボタンを押しながら電源を入れるという形で、このように KT432 でも動かすことができます。こんな感じでですね、ミニツバギー、2011年の発売以来やってますけれども、3月は、この2色ですね、以前からある MP9 の2色を新たにカラーリングを起こして発売になっています。通常の RWD とか FWD とともにですね、ミニツバギーなんかも楽しんでみてはいかがでしょうか。以前はミニツカップなどにもあったんですけども、今後もミニツミーティングなどでスポット的に開催することもあると思いますので、皆さんぜひこの機会にやってみてはいかがでしょうか。